モカマです。ティンバーボーンアップデート2実況パート7やっていきましょう。前回ですね、こちらの湖の水抜き完成しまして、隣の湖から、水を調達してですね、ちょっとだけここに池を残したんじゃ。はい。ちょっといいでしょ？風流でしょ？今回はね、ここをちょっといじって、少しもうちょっとこの雅な感じにね、していきたいなと思います。そして、町の方はですね、ビーバーじゃないや、ゴーレムの部品工場を2つ追加しました。これで、頭、手足、胴、それぞれを別の工場で、生産するようにしたんですけども、ちょっと今電力というか動力が足りなくてね、一時停止してまーす。ゴーレムの数、今、60体。ビーバーの数24体ということで、ダブルスコア以上離れているんですけれども、今回、ゴーレムをさらに増やして、最終的にビーバーのいない町に、しようかと思います。前々回ぐらいにそんなこと言い出して、実現できてないので、今回、そこを達成しようかなと思いますの前に、ちょっとでも動力も稼ぎたいから、ビーバーを回し車送りにしようかなというところも、やっていこうかな。ということで、今回、最終回ですね。はい、もう言っちゃえば最初に。最終回です、今回。はい、悔いのないようにやっていきたいと思います。ちょっと最初、ビーバーの回し車を大量に作りましょうか。ここの工場地帯の奥。ちょっと足場を作って、通路を渡してからかな。とりあえず4台作ろうか？足場がめちゃめちゃ多いな。まあでもしょうがないよな。まあここら辺を爆破して作ってもいいけどね。平らにしてさ。そうするか。その方がなんか早い気がしてきたな。そうしよっか。ちょっと一回これ、なし。取りやめです。ちょっとね、壊すのを注意しないとね、もう建てたやつをぶっ壊したりするから怖いんだよな。よし。オッケー。ここ爆破しようぜ。つか、この木が邪魔か。伐採しようぜ。で、コメントで、胴と頭は1個ずつなのに、手足は4つ使うじゃん。1体のゴーレム作るのに。だから手足の工場だけで合計4つ必要なんじゃないのっていうコメントがあったんですけど。手足はね、胴とかよりも早いんですよ。4.5 時間。胴体18時間だからね。ちょうど4分の1だから、ゴーレム1体分の材料としては全部同じ時間なのはずなんですけどね。ただなんかどう見ても在庫は手足が少ねえんだよな。これは一体いかなる現象だ？でもそれ言ったら、頭と胴体もかなり差があるんだよな。材料を調達しやすさみたいなのあるのか？ちょっと、わかりませんけれども。まあそのあたりはちょっと適宜調整していこうか。葉っぱ！いやーやっぱゴーレム早いわ。爆弾の設置が早い。さすがロボット。でも、こういう便利な機械に全てを任せてしまうと、後でとてつもないしっぺ返しを食らう気がする。ゴー！気持ちいい！とりあえずこれだけのスペースがあればいいかな。全部下まで真っ平らにしてもいいけれども、まあ、いいんじゃないです？逆にこういうとこの隙間をさ、地形ブロックで埋めちゃおっか。それも手だよな。はい、頑張ってまーす。ちなみに、こちらの池の方ですね。これは冒頭で言ったように、ちょっと彩りを添えたいなと思っています。具体的にはね、この、水面の1マス上のところ。この縁のところ。ここは、ちょっと花を植えたいなって思ってて。まあ、タンポポもしくは、ひまわり植えたいです。で、そのもう一段上は、まあ、植樹かな。木を植えたいです。で、これコメントであったんですけど、ここの川ね、小川。ここに風車を添えると風流なんじゃないかなっていうね、話があったので、ちょっとそれもやりたいんですけども、残念ながら、
フォークテイルの水車って横2マス使っちゃうんだよね。だから入んないのよ。なのでここも拡張しましょうかね。ここをこんな感じで一旦登って、ここを越えて隣にこんな感じでブロックを作っていくイメージですよね。1段でいい気もすっけどな。まあでもいいや、隣も2段だから2段にしとこう。で、食事は何がいいかな。カバの木、カバの木ちょっと丸くて可愛いんだよな。松はちょっとギザギザしてるからね、もうちょっとこの平和な感じのデザインにしたい。そうなると栗の木かカバの木、カバの木にしよう。はい、カバの木をびっしりと植えます。ここまでかな。ここのゲートより先はもう届かないので、ここの森番の詰め所は届かないので、反対側、こっち側にも森番の詰め所を作ろうか。よし、ある程度スペースを確保できたので、ここを一台回し車地帯にしたいと思います。こんな感じかな。はい、こうやって作っていこうかな。ただ今回し車を作るための材料の丸太が全然ないんだよね。まあメープルはねたくさんあるから、正直栗の木もあるし、まあ気長に待ちましょう。はい、池の方はカバの木が成長しました。次はひまわり行きたいっすね。ひまわりということは、そうか、農場か。農場が必要だね。了解。よし、地形ブロックも置き終わったので、じゃあ、爆破していけばいいのか、ここ。手間がかかるね。そうか、地形ブロックは爆破しなきゃいけないからな。そこは堤防の方に部があるね。すぐ壊せるもんね、堤防だったら。はいよー。あー、いいのか、いいのか、いいんだよね。うん、ここは爆破でいいんだよ。うん。よし、拡幅工事完了。幅が2マスになりました。さあこれで置けるはずだよね。水車行きます、行きます。ただ動力がね、動力がつなげられないんですけど、ぶっちゃけ動力つながなくていいかなって思ってるんですよ。本当にこの見た目だけっていうかね、そんな感じでいいんじゃないかなって思ってます。はい、どうでしょうね。いいんじゃないですか。あ、ひまわり咲いてきたね。いいよ。池の出口の方にも水車置いときましょうか。はい、よし、シャフトつながった。これは何のシャフトかというと、いろいろ並行して分かんなくなってきてますけど、ここのあれですね、ビーバー回し車地帯のシャフトです。これで風車の動力と繋がったので、さあ、じゃあ、いよいよ、行きましょうか。ね。回し車大会、スタートしていきたいと思います。来たー！いいぞー！ね、ビーバーさんたち、君たちにはもう、回し車を回すことしか残されていない。感覚ポイント以外で、ビーバーだけができる仕事だ。よし、いいぞ。これはもうちょっと増やしましょう。ビーバーにもね、生きがいを与えてあげないといけないと思います。よしよしよし。いいんじゃないですか？いい感じだね。うん。風流風流。これもうちょっと水門開けても大丈夫かな？ほら、幅、二マスにしたし。これ大丈夫なんじゃない？ほら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 。やっぱ二マスあれば大丈夫なんだね。はいはいはい。あ、いいと思います。OK でーす。おー、200馬力ぐらい出てるんだね。うん、まあここは出るだろうね。これすごいもん。逆にタプタプすぎて、水車回んないんじゃねってぐらいなってるもんね。はい。で、出口の方も回ってますねー。こちら170馬力ぐらいですね。よし、あとはこの池の真ん中にあるこの小島。
ここにはタンポポを咲かせたいんだよな。タンポポは、森番の詰め所か。どうしようかな。森番の詰め所か。まあ、ちょっと一時的にね、ここら辺にこう作ってかな。よしよしよし。タンポポを植えてくれ。小島タンポポ。ゲノがいそうだな。よし、オッケー。はい。水から出てる部分は全部タンポポだらけにしてやった。いいんじゃないですか？はい。階段も壊しちゃって。で、もうこのタンポポを刈り取る予定はないので、もういいんじゃない？この森番の詰め所もいらないんじゃないでしょうか。破壊！おすすめご苦労。見て。できました。ビーバー回し車地獄。世紀の大発明かと思われたゴーレム。そのゴーレムに職場を奪われてしまって、行き着いた先は、そう、回し車。これで風車の風がない時も、まあ、なんとか、ちょっとは耐えてくれるんじゃないかな。そして、小島のタンポポも、たくさん、咲いてきました。カバの木も、ひまわりも植わって、そして、水車もあり、小島にタンポポも植えた。さあ、最後の一点、行きましょう。ここだ。もともと清掃員の拠点を置いていたここだ。ここに、ビーバーの像を建てたいと思う。はい。こう。これで、この池周りは完成です。できたー。久しぶりだねー。でっぷり太ったビーバーの像。さあ、これで、完成です。巨大湖水抜き庭園。いいですね。ひまわりと小島のタンポポが、綺麗。鉱山で働いているゴーレムたちに癒しを提供してくれそうだ。まあ、ゴーレム、そういうのいらないと思うけどね。ロボットだから。ひまわりに囲まれた鉱山ってのもなかなか良くない？これ。まあ、ゴーレムだから関係ないけどね。はい。とてもいい仕事ができたんじゃないかと自負しております。それでは、いよいよフィナーレと行きましょうか。その名も、ゴーレムの反乱。ゴーレムは気づいてしまった。あれ、ビーバーはいらなくね？そしてゴーレムは反乱を企てる。そう、ロッジの停止だ。ロッジを使えなくなってしまうと、ビーバーたちは、それ以上、数を増やせなくなってしまう。つまり、今いるビーバーが、最後の生き残り。最後のビーバーが、死にました。ちょうど干ばつが始まるタイミングで。おー。そして世界はゴーレムのものとなった。ゴーレム94体。さあ、これでビーバーに邪魔されず、ゴーレムの王国を築くことができるね。怖い。人類もこうなってしまいそうで怖い。もうターミネーターの世界じゃん。幸福度ももう数字出てないもんね。ビーバーどもは本当にしょうもない奴らだ。あんなに恵まれていたのに、綺麗な空気、澄み切った水。今では彼らも記憶の彼方だ。ゴーレムより。なんという恐ろしい。ということで、ティンバーボーンアップデート2実況パート7までお送りしてきました。いかがでしたでしょうか？いやー、ゴーレムね、まあ、結論から私言いますと、ゴーレムめちゃめちゃ強いね。すごい性能が高い。触媒与えれば、仕事の速さも、足の速さも、ビーバーをはるかに上回るもんね。それでいて、寿命は70日。ビーバーだいたい50日ぐらいかな。水も食料もいらない。
まあバイオ燃料はいるけどね。それでも効率はめちゃめちゃいいです。これはね、もうこうなっちゃうよ。ビーバーのいない世界になっちゃうよ。というわけで残念ながら私の作ったこの街は、ゴーレムに奪われてしまいました。皆さんが作るときはビーバーとゴーレムが仲良く暮らせる街を作ってもらえればと思います。ちなみにこれ、ロッジをこうやって元に戻したら、またビーバー生まれたりすんのか？さすがに生まれないか。残念。ロッジから自然発生するかと思ったんだけどな。アイアンティースなら多分いけるよね。アイアンティースはベリーと水があれば、確か、バイオポットから生まれるもんね。ということで、ティンバーボーンアップデート2実況ここでおしまいにしたいと思います。みんなもコンピューターに頼りっぱなしにならないように気をつけようね。はい。ということで、よければチャンネル登録をお願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回、別のゲームの実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。